工房節の永田です。す。びとと書いて節と呼びますと今回はちょっと値上げせざるを得ない材2つ紹介したいと思います。まだ材のままなんですけども、まあ、目の前に映っているのこれがチークの小分木ですね。まあ、ここまで普通の、まあ、枝っぽい感じになっているのかな。でそこに小分がボコボコと2箇所。 厚、まあ、み4センチちょいありますね。ペン2本分の厚さになります。まあ、大きさはねそこそこあって実はこっちでコンプロット1個取れるんですけど実はコンプロット1個取って僕は加工して合りするいつものお値段まあたい7万7,000円だったんですけどもうとてもじゃないけど無理あす。あの 桁外れにも地域自身が高いいっていうのともうほぼ入ってこないんじゃないかなと思いますまあインドネシアなんですけど、まあ、インドネシアのバイヤーさんがいらっしゃってもその方がこの材木関係の方からいなくなっちゃってるんですよねなのでもう新たに入ってくるってことが難しいほぼほぼないんじゃないかなと、まあ、もしかして地域の普通の材自身は入っていってるので その中に混じる可能性はあるんですけど、多分無理、無理をもう多分無理、新しく書いてくることはそうそうないんじゃないかなと、まあ、僕が生きてる間にもう一回あるのかないのか、それくらいの確率かなと思っております。なので、もうちょっとコーンプロットで作るともう、とてもじゃないけど無理なので、もう全部ごめんなさい、ペンの方で。 使いたいいたと思います。まあ、これとね、まあ、これよりもうちょっと小さいやつがもう1枚あるんですけどもでもう価格、まあ、ペンにするとね、まあ、それでもこんだけの大きさがあるのでそこそこ量が取れますので、まあ、それでもちょっとルーチェペンの方で7,000円だったやつが今回からもう1万円、まあ、次のイベントから、まあ、お店でもそうなんですけども1万円、えー、っとペンシルの方ですと1万円だったものが1万3,000円になります。 はい、でもう1つ、これですね、こっちの方がいえー、っと、たもの、モコモコモコとした木ですね、僕はタモの木としか言わないんですけど、まあ、こう見ると、まあ、縮みのようなものとその、まあ、縮みになっている部分と、プラス波模様、これが玉っぽくなる。まあ もうちょっと長遅いかな。で、10輪木とかって言われるんですけども、まあ、汚くてちょっと方、方向がちょっと悪くてね、見えないんですけど、まあ、その木これも、このタモもね、ほんとなくなってきましたね。まだあるちゃあるんですけど、なかなかない。まあ、まあ、たぶチークほどなくなるってことはないと思うので、まだ出てくるとは思うんですけど、まあ、ちょっとかなり、 値上がりもしてきちゃってますので、ごめんなさい、こいつらは1000円上がります。なので、ルーチェペンで6000円で出してたものが7000円になりますま。いわゆる高級素材になる。まあ、えーっと、なので、ペンシュの方が9000円だったやつが1万円になります。はい。こちらの方ごめんなさい。値上げという形で、お願いいたしますま。チーク、これは、ないんですけど。 一つ前の塊の、まあ完全に使った後なんですけど、これの周りにいたのがね、縮み木そんなに強くはないんですけどね、飼育たまにそのコブの周りにも、いわゆる、仮に言えば僕で言うと波目になるんですけど、まあ縮み目としていい,いいかなと思います。こういうのが、本ずつ、4本、4本ぐらいかな、ペンとペンシルで持っていこうかなと思います。 それとは別で、ね、本当に完全にミキで縮み目。ほとんどこれと変わらない。もうちょっと荒いかな。っていうやつを手に入れてますので、またそちらの方は、まあ秋のイベントから出そうかなと思っております。はい。もうどん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 目がなくなっていくっていう感じがありますね。で、このパープルハート。 まあこれ長さ切ってるんですけどほ本当に幅3 2 5ンチぐらいかなあるこの幅で見るとなんとなく木ってあるんですけどまあペンにちょっと数本ね今削ってたんですけど全く木ないです木の物字もないいでですすのもつまりこんだけ大雑把にあったとしてもやっぱりペンみたいな小さくなってしまうと木が乗らないということですね。 だからもしかするとなんですけどちょっと昨日インスタライブインスタ自身を本当に久しぶりに開けて、まあ、ちょっとインスタライブだったらお客さんとやり取りできますよということだったのであのちょっと試しで本当にゲリラライブみたいになっちゃったんですけどその時にお客さんの方から「そのハワイアンコアであの木が消えるんです」 っていう話があるんですって聞くんですけどちょっとそれが僕にとっては本当にクエスチョンマークでそんんななことはないんですよねで僕が使ってる 5a とかまあ1つ落ちる 4a とかっていうクラスの縮み目が消えるなんていうことはそれ細胞自身が変化しちゃうってことになるのでさすがに切った後にそんなことはないだろうと思うのでないんですけどもしかしてこれぐらい薄いやつ のハワイアアンコアの木が使っていくとどんどんん濃くなるんですよねで濃くなると木が見にくくなる可能性がある。だからそのことなのかなっていう肝んでもないです。可能性があるならそうですね。まあ今日ちょっと材木屋さんに件お電話させていただいて、まあ、そんな話がちょっと出たんですけど心当たりありますかっていうお話をしてたんですけどやっぱりなんかそういうのはないだろうということで可能性としたらそういうことかな。 でインスタライブの時にちょっとお話ししてたんですけどもその消えてしまうっていうので、まあ、詐欺的なことであると黒柿にほんと白い柿ですねに墨で描いて模様を描いて黒柿っていうようなで売ってるものがあってでそれを削ってしまうともう表面しかないんでねあの木が消えてしまう木というのかただ単に墨で描いた絵模様ですねそれが消えてしまうというようなそういう詐欺っていうものは黒柿の中でよくあります。 よくよ本当によくありますあの僕が使っているのはあの皆さんにお渡しするものはそういうものはないですご安心してください、まあ、そういうものとかあとはそういう木が消えるっていうのがあるのがスネークウッドなんですよでスネークウッドのここにないからいけないなスネークウッドにあのいわゆる黒い模様がこうやって出るんですけどあれは実は 硫酸か塩酸か何か塩何ねあれかけるんですよそうするとああいう黒いものがあるそれもずっと使っていくとやっぱりね取れていってなくなってしまうっていうのがあってスネークウッドもそういう可能性ありますであとスネークウッドの場合は僕のやつでもそうなんですけど木が消えていくっていうのがものすごい全体に濃くなってってその模様が見にくくなる見えなくなってくるっていうのはありますでも僕の ものであのちゃんとメンテナンスでやるとある程度浮いてきまた木はちゃんと見えてくるそれがその塩酸とか硫酸とかでねあの書いたものだとも削ったら終わりなのであの木はないです本当にまあスネークウッドもあの模様が命だと僕は思ってるんですけどやっぱり模様ないところで意外にねあるんですよねなのでまあそうやってやる方もいらっしゃるというのは聞いたことがありますだから まあちょっとハワイアンコアの方はね、僕はちょっとわからないんですけど、まあ、さっき言ったみたいな可能性、僕が薄いやつで見えにくくなるんじゃないかっていうのが有力かなと思います。もしね、あのそのそビフォーアフターみたいなものとか、写真とかね、そういうちゃんとした記事とかがあるんだったら、よければメール欲しいです。あの検証したいと思います。まあ、あとは、まだ、 穴すら開けてないんですけど本当に完全に忘れておりましたえーとこれ短いやつえっ、ー、と新ケースですね新ケースのシングルになるやつですねなんとか30本ぐらいは新宿20本ぐらいは福岡の方持っていければなと思っておりますなんとか頑張りますこの辺は短い方なのでコルタ系ですね、まあ、ペンシルとボールペンの方ルージェコルタの方ですね あのちょっともう普通の方にはちょっと届かなかった長さのやつをカットしてありますのでこの辺も少し仕込んでいければなと思っておりますまあこっちは普通にルーチェペン用ですねはいとこんな感じでまだまだルーチェペン用もあるんですけどはい、まあ、こんな感じでおります じゃあ本当すみませんあのチークの方とタモの方値上がりいたしますまたご了承くださいではではまたよろしくお願いいたします